不思議なものね。少し前までは異邦人がイシュガルドに入ることはそう簡単なことではなかったわ。それが今やこうして手に手を取って私たちは同じ目的のために戦おうとしている。やはりあなたは人々にとって希望の灯火なのね。やめておけ。こいつも俺もそんな言葉のために戦っているわけじゃない。あら、お礼くらいは言わせてもらってもいいんじゃない。のんきなものだ。俺たちイシュガルドの民にとってこの先の戦いは千年の因果を断ち切る戦いだ。マタイリク、彼の地で俺はこの手で全てにケリをつける。あなたの思想や意志を否定するつもりはないわ。でも気をつけることね。その目は隙をうかがっている。その目の奥にはいまだ憎しみの炎が見えるもの。よまいごと。もしそうであったとしてもその炎ごと俺が喰らい消し去ってやるさ。ああ、間に合ったようですね。あなたに渡したいものがあり、砂の荒野よりはるばる山の都へと届けに来たのです。これをあなたに。それは白聖石。石の家の一角に隠されたムーンブリダの私物よりこの石を発見しました。さとい彼女のこと、予備を残していたのでしょう。あなたが向かう地には我が愛しき人の命を奪いし混沌の使者アシエンがいる。どうかあなたの手で奴らを。ついに完成したぜ。新たに生まれ変わったエンタープライズ。いや、エンタープライズエクセルシオだ。俺たちの新たな翼でお前たちを決戦の地に送り届けてやるぜ。挑戦するっす。英雄殿、私にはこうやって貴殿を見送ることしかできない。しかし我が息子オルシュファンの思いは常にあなたと共にある。どうかご武運を。帰ってくるのだぞ、必ず。
タープライズエクセルシオ発進。後方に帝国軍アグリウス級飛空戦艦。クソ、やつらめ、俺たちがフィールドを突破するのを待っていたってわけか。かつて星の石から授かった光のクリスタル、今こそ使う時か。これまで自分の主我のために多くの犠牲を出してきた。結局私は
凍えた体を温めるための仲間が欲しかったのだ。そのために大義を作った。許してシヴァ、そしてフレースベルグ。それでも私はどうしても見てみたい。少女が雪原のただ中で凍えずとも住む時代を。さらばだ、光の戦士。私を導いてくれてありがとう。イザル！あのエーテル、あれは光のクリスタル。彼女もまた間違いなくハイデリンに導かれた光の戦士だったのね。
さらばだ、氷の巫女よ。